ばんは。なべさん、なべ公式アットマークナレンジャーさん、なべさーん、なにこのタワーめっちゃかわいい、キノコのなんかキノコのタワーだ、ありがとう。あさってはついにお話し会ですね。今日はあの赤十字のお仕事をしてました。献血の撮影しててめっちゃいい写真いっぱい撮れたんでちょっと楽しみです。ポスターとか、まあ、グッズ、まだ何になるか全然わかんないんだけど楽しみ。髪の毛巻いてもらったりなんか祝えてもらったりしていろいろ言ってもらいました。楽しみです。まだ今日撮ってもらったばっかなので何になるかは全然わかんないけど、本当にいろんな写真いっぱい撮った、いろんな衣装でも撮ったし、なんでしょう、あと今日はなんとですね、なんとなんと何だっけなんとなんと言ってたらさ忘れちゃった。あ、そう、あのママがご飯作ってくれたんですけど、秋のご飯を作ってくれました。めっちゃ美味しかった。松茸ご飯と土瓶蒸しと、これが最高なの。松茸土瓶蒸しにも松茸とかエビとか入ってんだけど超最高で、あとカツオ、私最近カツオがめっちゃマイブームなのでカツオの刺身と、あとはゆで落花生と、あとサンマの塩焼き、もうね最高、絶妙、うん、最高。もう私秋になるとこれが楽しみで毎回、今日も最高でした。銀杏めっちゃ好き。秋になるとね銀杏も食べるので、もうそろそろ銀杏も食べたいなーって感じ。なんか今日かわいい、やった。カツオたたきじゃなくて普通の生のカツオ。松茸ご飯は2杯食べました。おかわりしてね、本当は3杯食べたかったんだけど、ちょっとみんなの分も考えて2杯にしました。人気だからね松茸ご飯は。しその実まであったからお店かと。そう、しその実はお家になってるのでしその実も添えておしゃれにしました。まあ しましたっていうかママがしてました。私は何もしてません。今日はお仕事だったので。でもママが今日は松茸ご飯、なんか朝から松茸買いに行ってくれて、松茸ご飯とサンマの塩焼き作るから楽しみにしててって感じで、
もうね今日はずっと一日中ねその松茸のことを考えて生活してた。松茸写真撮ってる時も松茸って思って撮りました。そしたらめっちゃいい表情になった。カツオはニンニクで食べるのが美味しいです。そうです。なんかまあ今日私両方食べたんですけど、チューブのニンニクでポン酢に溶いて食べたりとか、あとはなんだっけ、生のニンニクをつけて食べました。美味しかった。ドビン飯食べたことない。私もそんなしょっちゅうは食べないですけど、でも毎年の楽しみって感じ。腹減ってるからあの写真はずるい。カルコン入れてないです。でもなんか今日目が、今日めっちゃちゃんとメイクしてるから。なんで私ってさ、ショールームするときさめちゃくちゃこっちなの。なんかさこうやってさ真正面で喋る人もいるじゃん結構。まあちょっとみんな多分コメントとか見てるからちょっとはずれるけど、私ってめちゃくちゃなんか斜め見てる気がするんだけど、ここでも逆なんだよね、どう考えても。いいか。今日は巻いてもらいました。お昼はラザニアを食べました。ラザニア。今日の現場もめっちゃ楽しくて、楽しかったです。楽しかった。ラザニアはなんかね、なんていうんだ、パスタみたいな、一旦木綿みたいなさ、ペラペラのパスタがあるんだけど、それになんかチーズとミートソースみたいなのこうミルフィーユ状になってるみたいな感じのものです。美味しかった。マネージャーはオムライスを食べてました。体が大きいのにこんなにちっちゃいオムライス食べてました。夜ご飯はお家で食べた。これなんだ？なんかタワーってさ地味にこう毎月変わるよね。キノコのタワーだ、かわいい。足りたのかな。どうだろう。さすがに2個は注文してなかったけど。でもさ女の人の体でさいっぱいになるくらいでさ、男の人はさ私のまあ一回りか二回りくらいはさ体が大きい人もいるじゃないですか。そういう方ってさ絶対さ同じ量じゃ足りないよなっていつも思う。普通に考えて、なんか大食いとかじゃなくて普通に考えて。大柄だけど小食な人ギャップですね。体型をディスるのはよく、ディスってないです。足りるのかなって言ってるだけ。今日は本当に綺麗だね。嬉しい、ありがとう。嬉しいです。まあでも今はなんかね、ダイエットとかあんましない方がいい気もするけど、やっぱり
体調なんか免疫つけないと勝てない気がする、コロナさんに。なんか最近さ、冬なのか夏なのかどっちかわからない、まあ、秋か、なんか洋服がわかりませんね。出た、結婚してくれおじさん。おじさんかは知りません。結婚してくれおじさん登場しました、いらっしゃいませ。ちょっと待って、お友達が見てるって言ってくれてた。コメントしてる、通報してないですよ。どうも、あ、ネイル変えた。なんかこうやって見るとね、結構赤いんだけど、オレンジっぽい感じのネイルにしました。このおじさんほぼ全ルームにいてるけど、ボットじゃない、ボット機械じゃない、アンドロイド。よっぽど暇なじいす。いや、まあまあまあね、全然いいですけど、全然全然いいですよ、いつでも。全然そういう定型文。そうかもしれない。黒髪と赤ネイル、なんか大人っぽくない。なし、秋になると太る。いや、どうなんだろう。いつが太るんですかね、人間って。冬じゃない、やっぱ。冬はこたつで丸くなるし。こたつ、なんかもうさ、でも私お正月は本当にこたつに入りながら、ま、吉川家にはこたつがねないんですよ。私がスイカが好き。私も好き、スイカ。結婚しておじさん増殖したら嫌だな。こたつ生活そろそろですかね。こたつね、あのね、そう、おばあちゃん家にねこたつがあってね、もう最高なのよ。でも出られない。夜ご飯家ですよ、ママが作ってくれたの、めっちゃ美味しかったです。掘りごたつ？掘りごたつって家にあるの？すご。掘りごたつ。掘りごたつが家にあるってすごいね。なんか昔のお家にはあるイメージだけど、最近はないイメージ。
友達がね、前山梨か静岡かどっか行った時に、なんか掘りごたつのところで、あの串焼きの魚か魚とか野菜とかを食べてるやつがあって、めっちゃそれ美味しそうだったから、私もいつか行ってみたいと思ってます。スイカって美味しいよね。まあ夏しか食べれないけど、私スイカ好き。あとピザ。ピーナッツはね、好きじゃない、嘘、好き、間違えた、ピーナッツ好きです。曇ってるよね、やっぱり。なんで、なんでだろう、ちょっと曇ってる気がする。ここぬいぐるみで拭いていい？なんか綺麗そうだから。治んないの？なんか曇ってるんだよね。これフィルター、フィルターはオリジナルになってんだけど、これオリジナル、逆にこれやると白黒で配信しようか、昭和配信昭和の気持ち、時代になれる配信。ハッピーオーラかな、いいね、そういうの好き。昭和配信。何がいいんだろう。これかな、エモい。エモいな、これ。いいや、普通にしよう。なんか曇ってんだよね。まあいっか。セピアって何？セピア。セピア。13いいのかな。 iPhone13 Pro、 私は12 Pro 使ってるんですけど、でも変える予定ない、特に。絶
対私的にはなんか比較しないと分かんない気がするから、別にこれで全然いいし、なんなら私間違えて携帯一括で買っちゃったんですよ、全然なんか分かんなくて。それでだから私もこれ一生使い続けます。いや12 Pro ねめちゃくちゃいいですよ、画質も 4K 撮れるしやばい。あと私画面割っちゃうのですぐ、だからちが間違えたの、なんか一人で携帯変えたんだけど、今までなんかやってもらってたから分かんなくて、でもなんか言われるがままにしたらなんか一括で買っちゃって、でそしたらなんか途中で変えられないみたいな、変えられるなんかねちょっとよく分かんない感じになっちゃって、結局もうこれを私は一生使おうと思う。壊れるまで使おう。なんでさ、私めちゃくちゃあれなんだろう、落とすんだろう分かんない、それは。けどめっちゃ落とすね。手が乾燥してるのではそれはないと思います。丈夫なケースね、そうちょっとねケースね最近探してるんだけど、いいのに巡り合えないですね。いいのあったら教えてほしい、本当に。ケース頑丈なやつがいいです。で前までなんかこの普通のケースじゃなくて折りたたみみたいな手帳型のケースにしてたの、でもそれだと全然割れないんだけど、結構扱い方が大変だから、いいケースにしても画面から落としたら意味がない。でもなんかそう画面に触れない頑丈なケースがあるんでしょ、落としてもこんなにカバーしてくれるっていうか、厚いやつ、それがいい。いっそのこと iPad にしよう。iPad を持ってるけど使いこなせてない。
なんか今日スタッフさんたちと釣りの話してて、あ、最近釣り行くんですよみたいな言ったら、なんか釣り堀とかも行くって聞かれて、釣り堀はそんなに頻繁には行かないんだけど、まあ、たまに行く感じで、でなんか釣り堀でも全然釣れないじゃん、あ、釣れないんですよ私で、したらなんか教えてくれて釣り方を、なんか釣り堀の鯉とか、まあ、その魚ってもう毎日その釣られるから分かるわけ、多分これは人間とかこれは普通に餌をもらってる時っていうのが分かるみたいで、でその何で判断してるかっていうのが、あの団子みたいなやつあるじゃないですか、それを1個こういうちっちゃいのつけてこうやって投げるともうそれは人間って分かるんだって。でもそのちっちゃい粒を何個かこう作って、それをパラパラって投げて、それと一緒に自分のも投げるとヒットするんだって。それは何でかっていうと、いつも普通に餌を従業員の人からもらうときに1個じゃなくて、その何粒かをこうパラパラってあげるから、あ、餌の時間だって思ってくっつくんだって。だから私それやってみようって思った。すごい。そうしてから釣った方が釣れるんだって。確かにって思った。ね、頭いいよね。練り餌は形を円盤状にしたり、へえ、工夫する、そうなんだ。釣り堀は行かないな、あんまり。行くとしたら、海釣りが多いので。この前釣りしてたらなんか知らないおじさんに話しかけられて、なんかこのなんかね、なんて言ってたっけ、あ、貝でうなぎが釣れるよって言ってた。びっくりした。え、貝でうなぎって貝で釣れるんだって思った。結構ね、おじいちゃんからね、いろいろ聞くこと多い。優しいからみんな。毎週クロダイ釣り行ってるけど、今年は普通。クロダイなんかさ、普通の釣りじゃなくてさ、こう上からさ、ツンツンツンってやる釣りあるじゃん。それで、なんか釣れてる人がいた前。クロダイかわかんないけど、なんか釣り方がいろいろあって、普通にルアー釣りとか、ま、なんかサビキとかあるんですけど、なんていうんだっけ、上からツンツンツンってやる釣りがあるの。ブラックバス、ブラックバスね、ブラックバスって川だっけ。釣りしたい、釣りたい、いっぱい。でもなんかやっぱね、釣り堀より普通の釣りが楽しい。え、そう、なんて言うんだっけな、あ、ヘチ釣り、あ、それかもしんない、ヘチ釣りかも。そうそうそう、それよね。それで前釣ってる人いた。
ナナシちゃんに釣られてます。加工で目いじってる？いじってないです。今日はちゃんとメイクしてるので。いつもなんかショールームの時なんてメイクしないからな、あんまり。今日はメイクしてるのですごい。でも加工じゃないですよ、普通にお化粧してます。うなぎはアサリとか秋身が、そうなんだ。黒髪。でも今日ね、マネージャーさんにね、いや黒いいですねって言われました。私はちょっと、どうかなって思ってたんだけど、初めて撮影で黒だったから。黒いいですねって。ワカサギ釣りとか、わかる、ワカサギ釣りやりたい。でも髪の毛のイメージってすごいなって思った。色変えただけでこんなにも。ちょっとめっちゃニンニクの匂いした。ちょっとさっきね、ニンニクなんですよ、カツオ食べるニンニク切ったの。ママのお手伝いしてて生のニンニク切ったからニンニクの匂いした。生姜じゃなくて、生姜じゃないよ、ニンニクだよ。カツオはね、ニンニクで食べると美味しいの。最近マジでハマってるニンニク。あ、ニンニクじゃない、カツオ。なんか質問ありますか？じゃあ今から質問コーナーをしたいと思います。質問してください。金髪にしないですか？金髪はつい最近まで金髪というか、まあ茶髪でしたね。金、まあ金、金はしないかな。靴のサイズは24センチです。好きな食べ物はピザ。最近おすすめのスイーツ、なんだろう。最近おすすめのスイーツは、わかりません。美味しいって思ったやつでもあった気がする。なんだっけな、最近寒くないですか？寒いですね、夜は。そう、昨日半袖短パンで外出たんですよ、夜。めっちゃ寒かった。ブルーノマーズは好きですか？何それ、ブルーノマーズって何？わかりません。10日の鬼滅日記は見ますか？
私は多分アニメ見れません。アニメ見れないな本当に。千葉から都内って何分くらいで行けるの？あ、空参戦についてどう思いますか？ね、そう、スマブラね。私でも使ったことないんだよね、空。そう、みんな結構イエーイって感じだったんだけど、空全然使ったことないので、ちょっと楽しみです。スマブラだと私はメタナイトとカービィとあとデデデ大王とか使います。マックも使う。今日韓国で AKB ワールドチェキをもらった、嬉しいです、ありがとう。醤油派ですかソース派ですか？ソース派です私は。あ、でも塩派かな、塩派。じゃあそろそろアイス食べようかな。アイスを。村人ばっかり使ってます。村人強いのかな、なんか村人より静江の方が強い気がする。マジックしてください。いきます、一瞬だよ。はっ、あ、見えちゃった。ていうマジックできます。はい、皆さんもぜひやってみてください。見えちゃった。じゃあ今日のアイスを紹介したいと思います。今日のアイスはじゃーん、パリパリサンド。これね、食べてみたかった。あ、やばい、ちょっと誰かスクショして。スクショタイム、これを送ってください。私のインスタの DM が。スクショしてる？今日のアイス、これずっと食べてみたかったの。このさ、パリパリチョコのサンドバージョン。お腹いっぱいですけど、これは別腹で食べようと。あ、美味しそう。いただきます。あろう半分に。うん、パリパリしてる。当たり前だけど。
あと今日ねハロウィンのお菓子いただいた。やばい、食べるの難しい。うん、おいしい。ね、断面がこうなっててミルフィーユみたいになってる。ミルフィーユだ。食べるの難しい。ボロボロこぼれるから。711のオムライス食べます。711って何？755みたい。755じゃなくて711。あ、セブンイレブン？よくわかったね。全然わからなかった。711って言われて、謎解きみたい。謎解きしたい。なんかさ、私は高校生ぐらいの時はさ、そんなに謎解きさ、なんか今ほどブームじゃなかったけどさ、高校とかでさ謎解き部みたいなのあったら絶対入ってるわ。今だったら謎解き、ね、よくない？謎解きさ、テレビとかでよくやってるじゃん。絶対見ちゃうし、なんかもう松丸さんがね出してるけど、本当にすごいなって思う。なんであれがわかる、考えられるんだろうって不思議。なんか解くのはさ、まあできるけどさ、作るのめちゃくちゃ難しくない？だってなんせその松丸さんの本買ったもん。謎解きの本、謎解きハマりすぎて一時期。めっちゃ好き。名探偵コナンは昔からやってるけどネタがつけなくてすごいと思う。え？名探偵コナンって謎解きなの？そうなんだ。見たことないから知らない。あ、答えから考えるの？なるほどね。
むずそう。最後の一口。回復。え、高校生クイズ3回戦まで行って空中ばらまきクイズで負けました。え、すごい、本当にいいな。クイズ部とかさ、クイズ同好会みたいなの入りたかった。ミステリー小説めっちゃ面白い。うん、あんまり読んだことないけど読もう。自分でさ考察するのすごいね。あ、地方予選、すごいね。でも謎解き作家目指してみる。なんか私さっき、まあ、本当に冗談半分でなんかノーベル賞最近取った方いらっしゃったじゃないですか。で、ノーベル賞取りたいなってボソッと言ったらパパに、なんかじゃあ本書きなよって言われて、本書いて、なんか村上春樹さんみたいな感じで賞を取るのが一番手っ取り早いよって言われて、はあ、そうだなって思った。確かに今からなんか理系とか私全然本当に何も分かんないから無理だけど、本を書くのが一番私がノーベル賞を取れる、まあそんな夢を見てます。ノーベル文学賞いや本当にすごいよね、まあ、こんなの冗談で言ってますけど本当に素晴らしいし、最近ね取った方いらっしゃるのすごい。日本でたまにでもさ、そうそう、こうとかで流れるからさ、結構ねすごいよね。あ、村上春樹さん撮ってない、あ、そうだっけ、なんだっけ、ノーベル賞じゃなくてなんかでもね、いっぱい撮ってる。すごいわ、本当にすごいわ。もう私ノーベル賞はもう 100% 多分、いや分かんない、 90% 無理だけど、あのすごい、平和賞ならワンチャン平和賞ならワンちゃん。グルノーベル賞くらいならいける。そんなのあるの。10% も取れるんだ。いや、あのそういうことじゃなくて、あのパーセントというのは、あのはい、そうですね、あの確率ですけれども、マイクパーセントって言ったらちょっとあれかなと思って 90% に、はい、させていただきました。マジレスされました、はい。カナピー、私にだって希望はある。献血で平和賞で あ、でも全然話変わるんですけど、あの献血のそのスタッフさんとかが、またイベントやりたいってね言ってくださってたので、まあね今はちょっと無理かもしれないけど、できたらいいね、やりたいね。あ、ギネスね。でもさ、ギネスさ、なんかあのギネスの審査員さんを呼ぶのにめちゃくちゃお金かかるんでしょ、何百万とか。
この前言ってたけど飛行機代宿泊代全部出さないといけないからめっちゃお金かかるって。らしいです。リモートでやれば確かにリモートでやればいいんじゃない。そしたら何十万か浮くから。毎年紅白のけん玉ギネスも、そうなんの？知らない。なんせごめん、イグノーベル賞だった。調べてくれたのかな。でも動画とかだとさ、あれじゃない？なんかさ、本当かどうか分かんなくない？目で見ないと。だって今ならすごいさ、動画の編集とかでさ、例えば私がなんだろう、なんかすごいバク転3000回とかしてたら作れちゃいそう。動画だと YouTube やりません。ショールームします。ショールームでやったら承認になりますショールームでチャレンジ。楽しみ、あさってついにね。ついについにオンライン話し会なので、しかも2日連続でやったようか。まだ決めてない。やばい。何着よう何着よう。いろいろ仕込んでます。本当に。なんだ、辻ちゃんとかごちゃんがフラフープのギネス持って、え、すごい、フラフープのギネス。部屋のお掃除しないとしといてください。前髪おしゃれだ。前髪ね、今日ねこれ自分でやるんですけど、前髪自分でこう前髪セットしてたらメイクさんに、へえ、そうやってやるんだってね、感心された。すごい上手って、嬉しい。でもちょっと今も
あれだけどぐちゃぐちゃになっちゃったけど、今日は間に合った。お疲れ様、お仕事。そっか、あー昨日水曜日のダウンタウン見てない。見てないな。なんか1週間早いな最近。すぐ1週間経つ。なんか先週あれ見たばっかな気がした。なんだっけ、あのおぼんこぼんさんのやつ見ました。おぼんこぼんさん、あ、ことそうだ、今週もそうだ、おぼんこぼんさんのやつ。ちょっとまだ見てないので言わないでください。絶対楽しみ。あっという間に10月を1週間、え、そっか、もう10月1週間経つ。やば、なんかね、やばいね。ってことはあともう今年は2ヶ月10、11、12、まあ2ヶ月3週間ぐらい。やばいね。どうする、みんな。やだよ、今年終わっちゃう。今年の総括しないと。そろそろ早いか、まだ見るフィーユありがとう。ボンコボ知ってるんですか。もちろんボンコボンさん知ってますよ。もうすぐおせち食べれるね。楽しみ。お正月、待って、じゃあ私の1年間の好きな月の好きな行事のランキング言いますね。いや待って、でもねちょっと悩むね、悩ましい。まあ1位はあれだわ、1位はあれで、2位は、2位はあれ、3位、あ決まったわ、1,2,3 決まった。じゃあそれで発表します。じゃあ3位、3,2,1 で発表しますね。私の、1年間の行事で好きなランキング第3位は、ドゥルル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 ルじゃん、クリスマス、イエーイ、クリスマスです。まあクリスマスはなんか音楽が好き。音楽とあの寒くてちょっと切ない感じも好きだし、なんかね、そう12月になると結構ワクワクするし、サンタさんも来てくれたらめっちゃ嬉しいし、そんな感じでクリスマスが第3位です。しかもクリスマスって大体なんかファンの人と、まあ今年はお話し会じゃん、オンラインお話し会もあるし、なんかそういうパーティーっていうか、なんて言うんだろう、なんか行事、ザ行事って感じなので好きです。ちなみに私は去年は友達と3人でアウトレットに行って、その後パーティーしました。でもね、その中の一人の子が、その10月ぐらい誕生日で、やばい、友達の誕生日だ、もうすぐで、2ヶ月遅れぐらいの、
お誕生日パーティーと兼ねてのクリスマスだったので楽しかったです。そして第2位はドゥルルルルじゃん、誕生日。まあね、誕生日はもう誰しもがお祝いしてもらって嬉しいので誕生日大好きです。そうですね、まあ、誕生日が1位っていう人もいるかもしれないけど私は2位です。嬉しいね、みんなからお祝いされるし、なんかすごい目標とかもできるし、これ頑張ろうって。そして第1話じゃーん、大晦日とお正月ですね。やっぱりそうです、はい、お正月、大晦日からのお正月がめっちゃ好き。もうなんかあの感じ、しかもなんかさ、みんなおめでとうございますおめでとうございますって言い合うじゃん、それもなんか好き、日本人っぽくてお祭りって感じだし。あ、お年玉待ってます。熱田神宮行きたい、めっちゃ行きたい、熱田神宮行きたいです。なんかちっちゃい時におばあちゃん家で、そう、親戚とか結構揃ってこたつに入っておめでとうございますって言って、その後近くの神社に行って、あのぜんざい、おしるこ、ぜんざい、そういうのもらって、でみんなで焚き火しながら、その焚き火の周りで全然知らない人たちと一緒にそのぜんざいを飲むんですよ。めっちゃ楽しかった。それがお年玉プレゼントで送ろうか大丈夫です。お年玉くれるくらいだったらなんかプレゼントください。お年玉はちょっと受け取れないので。あ、甘酒ね、甘酒飲めるけどそんなに好きじゃないかも。一時期お肌のために飲んでた、お肌にいいんだって甘酒、皮膚科の先生が言ってたから多分本当だと思う。東京の住宅に引っ越しするとき吉田に案内してもらうと思ういいと思います。そう、ダラダラ生活もいい、なんかあーもうやってらんねー全部忘れてやろうみたいなのがすごい、まあ特に別にそうじゃないけど、なんかこたつに入りながらもう食べて寝てっていうのも最高。もうその日は認められるじゃん、もう誰しもが。まあ お仕事あったら別だけど幸せ。そう、テレビ見てゲラゲラ笑って、あ、お餅食べて、はい寝てみたいな、最高。
私は毎年お笑いのテレビ見てる、ずっと最高。全然知らない芸人さんとか見てキラキラ笑ってる。もうすぐハロウィンですね。そうだった、全然今お正月の気分だったけどハロウィンだ。今何時ですか？てか何時からやってる？そして何時？ちょっと今時計がなくて、時計がなくて。お、8時半。じゃあそろそろ終わりにしようかな。ちょうど8時半だったんだ。じゃあランキング読もうっと。13位はドヤリンチョさん、ありがとうございます。12位は鉄の主一生推し、家帰る途中七瀬配信急発見ジタバタして頭マーク7忍者さん、ありがとうございます。11位はゴロアットマーク7忍者さん、ありがとうございます。10位は YSA73 アットマーク献血を推進していただき7009さん、ありがとうございます。9位はしんのすさん、毎日変わってる気がする、ありがとうございます。8位はよしのりアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はしまアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。6位はとわピザさん、あピザ言っちゃった、ありがとうございます。5位はイッサーアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はゆうさん、ありがとうございます。3位はくにアットマーク7歳のほっぺが好き7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。そして1位はなべ公式アットマーク7レンジャーさん、なべさんタワーありがとうね、ありがとう、本当に嬉しいです。お話し会楽しみにしてます。ということで皆さんありがとうございました。じゃあ最後にやります。はい、みんな私をミルフィーユー、おやすみなさい、バイバーイ。あ、さっきのこれの写真送っといてください、 DM とかに。じゃあね、バイバーイ。